観音寺は、三重県四日市市水坂町にある、天台宗の寺院。三号は市で坂山。本尊は、元三大寺。公認六年、最長が、聖徳太子自作の薬師如来を安置し、道具を建立したのが、始まりと伝わる。延長六年延暦寺中高、両元の大乗寺会に際し、伊勢国と明軍の領主、船木両美の援助により、 死で坂の地にガランを建立した。地域の規模は、現在の観音寺が、奥の院にあたり、東西南北におよそ2キロメートルにも及ぶ壮大な、ものであり、境内には54の坊野院があり、伊勢天台別院として栄えたと伝わるが、天正3年8月、織田信長の軍勢に攻められ消失している。元六四年桑名藩主、松平正知が、 軍隊野村造衛門を武行として再興されたもので、現在の本堂は昭和に新しく建てられているが、三門屋首郎は、王子の姿を今に伝えているという。明治6年に一度廃寺となるが、明治16年に復興されて、現在に至る。なお、東方向には、後藤西史上跡がある。ABC 大谷地歴史研究会、歴史の町ふるさと大谷地119校。 AB とみなが後期、東海49役史順例54から57ページ。四日市市、四日市市第四巻資料編文化財518.519項。かみんなで、守ろう。生かそう。三重の文化財、四日市、三重地域四日市市、四日市市第四巻資料編文化財192.194項。みんなで、守ろう。生かそう。 三重の文化財、木造誕生、釈迦仏立像四日市市、四日市市市第四巻資料編文化財186校。みんなで、守ろう。生かそう。三重の文化財、四日市、三重地域四日市市、四日市市市第四巻資料編文化財188.189校。みんなで、守ろう。生かそう。三重の文化財、 木造薬師如来立造四日市市、四日市四日市市第四巻資料編文化財166校。みんなで、守ろう。生かそう。三重の文化財、憲本着色仏寝ハンズ四日市四日市、四日市市第四巻資料編文化財211から213校。AB 四日市の指定。 登録文化財四日市市、四日市市,市第四巻資料編文化財518.519項。大谷地歴史研究会、歴史の町ふるさと大谷2008年、132.133項。ありがとうございます。